さあ、クソどうでもいい。日曜日を飛ばしてきました。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ミツです。第2回目、キミキス実況やっていきたいと思います。二見えりこ編ですね。やっていきましょう。で、早速イベントが入ってます。で、休みになんだっけ、どこ行くんだっけ、図書室か。もうやばい、忘れてる。で、この後屋上だっけな。そうだね、理科室でもいいんだけど、理科室行ってみよっか。こっちの方がなんか可能性ありそうだよね。で、保健室どうだい？なんかね、理科室のイメージがあるんだけど、この子は。なんとなくだけど。理科室行ってみよっか。よし。さ、イベントでいい。意外とサクサク行くな。あ、あそこにいるのも。二見さん。ん？もうちょっと苦労するかなと思ってたんだけど。ああ何やってるの？別に何も。何か用？ああ、いや、用というわけじゃ。そう、用がないなら行くわ。さよなら。あらら。ああ、ちょっと。追いかけろって、止めろって。なんだ、二見えり子と知り合いだったのか。おお、ひーちゃん、ここちょっとばかりに出てきたぞ。ああ、ひーらぎ、見てたのか。ちょうど通りかかったからな。行けなかったか。そうだ、邪魔すんな。きっとお前を見て二見さんは逃げてったんだよ。いや、別に見られて困ることじゃないし。そうか、二見えり子が誰かと話してるのを久しぶりに見たよ。彼女誰とも話さないのか。一年の頃は話してたらしいけどな、今は理科室にこもりっきりらしい。じゃあその一年の時何かあったのかな。あれかな、やっぱりそのテストの成績とかで見て、二見さん超天才じゃんみたいなこと言われ続けちゃったのかな。どうして？さあな、どうやら変わった女の子らしいからな。変わった女の子か。うん、そりゃそうだな。おお、伸びた伸びた。さて、図書室にいるかな。さあ、今回サムネ候補が手に入るんでしょうかね。前回ね、まさかのね、中だったからね。しょっぱな中華よみたいな、そんな感じしちゃうけど。いないのかな。星野さんがこんなとこにいるのか。へえ。僕はですね、二見さんに会いたいんですけど会えないんでしょうか。あ、いたいたいた。オッケー、ゲージを貯めておきましょう。意外とね、いろんな話題が当てはまるからね。別によし、オッケー、行こう。さて、狙っていきましょうか。いきなり勉強の話してみよっか。二見、あ、同じじゃねえかよ。同じ。食事、ジャンクフードが好きって言ってたよね。二見さんって朝ごはんちゃんと食べてる？朝ごはん食べないわ。あら、そんなね。どうして？食べた方がいいらしいよ。無理に食べるとかえって体調を崩すのよ。体があんまり強くないのかな。そっか。徹夜明けでお腹が空いてる時はよくカップラーメンをすするけどね。マジか、不健康やな。すごく体に悪そうだね。俺が作ってやるよって、うどん作ってやるよってそれ別の子か。あ、入ってないね。健康関連とおしゃれは入ってないんだね、この子。で、体育も入ってないと。まあ、だろうね。じゃあ、そいつら抜いた方がいいね。二見さんって朝何時に起きてる？徹夜明けって言ってるからね。7時ぐらい。ああ、普通だね。へえ、結構、早いか、7時で？ 7 時で早いのか。高校の時、まあ、部活があったからね、あれかもしんないけど。あまり寝ないから。そうなの？何時間ぐらい？2、3時間ね。マジか。お、やべえぞ。眠りが浅いのよ。お、なかなか楽しい話を知ってるのね。どうもどうも。そういえば外さねえな。まあ音符マークばっかりだけど。濃い？いいね。二見さん、あ、同じだな。やべえな、音符マークばっかりだ。ちょっとじゃあアタックしてみよっか。二見さん、よかったら今日一緒に帰らない？一緒に？私と？うん。
そう。どうして？一人で帰るよりは楽しいと思うけど。ん？ダメかな。おーやった、おーやった本気で喜んじゃった本当？え、じゃあ待ち合わせは放課後校門でいい？うん、やったね。またね。おいいね。さよならじゃなくてまたねがいいね。ああ、この辺はいいかな、飛ばそう。さあ帰ろう、二見さんと帰るよ。結構順調だな。いいね。二見さんごめん待った？結構軽いね荷物が。別に。そっか、よかった。じゃあ帰ろうか。うん、どっか寄って帰るのかな。二見さんとどこ行くんだまさかのショッピングか。二見さん、どこかやりたいところない？ないわとか言いそう。別に。ほらねそっか、今日学校で面白いことがあってさ。そうって。あら、そう、よかったわね。だいぶ二見さんの性格を読めるようになってきたぞ。二見さんは今日何があった？別に何もないわ、話すようなことは何もないわみたいな。別に。ほら何もないわ面白いな。そう、弱ったな、話が続かない。このまま終わっちゃうのかな。じゃあね、ここでいいわ。あらら、ああ、どこか寄ってかない？遠慮しておくわ。そっか、じゃあまたね。さよなら。まだね、そこまでラブラブって感じじゃないよな、さすがにね。こうして二見さんと一緒に帰った。おお、音符ばっかや。今回も仲良しルートでお楽しみください。スキルドは難しいのかな。はい、評判ね。うん、うん、オッケーでしょうさあまだまだ行こうって言っても、ちょっと話題を変えてみよっか。ちょっと話題袋を編集してみよう。さてやっていこう。まあ引き続きね、メーターを貯めていくだけなんですが、どうしようかね、同じでいいかな。2年生のとこにいるんだよねきっとね。で2年生で、その後はなんだっけ、図書室か。でその後屋上だっけ。あ、いるじゃん。イベントなんか発生するようになったね。でもう一回理科室行こうか。多分保健室よりはいそうなイメージがある。先生かーい。いや、二見さんに会いに来たんですけど。今日もいい天気ですねそうね、水泳部としては嬉しい限りよ。え、でも水泳部あれじゃね、室内じゃね。屋根があるのにですかね。屋根があっても雨が降るとジメジメしちゃって。なるほどね。それじゃあね、授業に遅れちゃダメよ。へい、あ、はい、気をつけます。地味にせ、あ、なんだ、読書持ってるよ。地味にね、先生とのね、なんかイベントも発生してるけど、先生ルートは別に興味ないからな。てかね、若干トラウマなんだよ。甘神の時があるからね。し、四条さん、四条さんはいいや。今回ルートじゃないからね。さあここでのイベントかな、なんかあんのかな。学びやに光溢れてなんだ急に、びっくりしたわ。どこからともなく効果が、誰だろう。羽ばたけ和光土、きびな高校。理科準備室から聞こえてくる。どうでもいいけど、ちょっと音痴だな。かわいいな。あ、二見さん。ああ、特に気にしてないのかな。恥ずかしがるとかないのか。今歌ってたの二見さん。え、私歌ってた。あ、気づいてない。うん、廊下に漏れてたよ。そう、実験器具の整理をしてたんだけど、
なんだか楽しくてつい歌っちゃったのかもしれない。歌うのが効果ってのがすごいな。口ずさむのが効果だなんて意外と、なんだ、愛好精神あるんだね。あまり歌を知らないだけ。あー、知らない？どうして？興味がないのよ、私音痴らしいから。言われちゃったのかな。あー、確かに音痴だねってかわいそうなこと言うな。そんなことないよ。じゃあ上手いってこと？それはどうかな。いいのよ、はっきり音痴って言ってくれて、本当のことだから。あらら、ごめん。でも意外だな、天才的な頭脳を持つ二見さんが実はそれ関係なくねえか。天才的な頭脳とさ音痴は関係ねえぜ。だってあのコナン君だって音痴だぜ。頭と音感は別よ。そうだそうだ。コナン君だってあの工藤新一でさえ音痴なんだぞ。そりゃそうか。でもあれだろね、絶対音感持ってんだっけコナン君って。あれ違ったっけ、なんか映画でそんなのあったような気がしたけど。二見さんは音痴なのか。面白いこと知っちゃったな。あなた性格悪いわね。ん？私が音痴だってこと誰にも言わないわよね。そうだよね。やべえぞ、これはちょっとずつ操りさんっぽくなってきたぞ。なんかすごい目で睨まれてる。言わないよ、二人の秘密ってことで。ありがとう。じゃあ僕は行くよ。そう、二人だけの秘密だよ。またね。あ、今またねって。私と会うのは嫌？そんなことないよ。あ、いや、そうじゃなくて、これまではさよならってもう会わないみたいな感じだったから。秘密のある二人がもう会わないもおかしいでしょ。いいね、そっか、そうだね。理由はともあれ、また会えるのは嬉しいよ。私もあなたを監視できて嬉しいわ。完全にあやつゆさんと同じだな。またね。はいはい、またね。監視って、まあいいか。いいね、なんかなんだ意外とスムーズにいってるぞ。内容はともあれね、音符ばっかりだけど。さあ理科室、もう一回会話はできるかな。いる？いないか。じゃあお家に帰って奈々ちゃんに報告して寝ましょう。さああと1日、2日できるかな。2日はちょっときついかもしれないけど、まあいけるんであればやってみましょう。ねえ、どうしましょうかね。屋上だっけこの後って。もう覚えらんない、記憶力ないからね。あ、図書室だ。もう記憶力なさすぎだろ。理科室でいっか。あ、いやでも昼休み理科室っているんだっけ。あー、まあいるっちゃいるんだね。あ、あら、なんだ四条さんか。なんかこんな直接的に来ると思ってなかった。ごめん、ごめんね。ちゃんと四条さんルートで話するからね。ごめんね、お待たせ。ちょっといい？はいはい、もちろんでございます。いいよ。じゃあ、はーい、教室で話すんだね今回は。さて、食べ物飲み物あんのかな。ドリンクはないか。今回初めてですね、外したのは。成績気にしちゃうかな。二見さんってやっぱり成績はいいんだろうね。そうでもないわ。あら、どうして。いい点取ってもつまらないわ。かっこいい、そうかな、うん、あーやべ、やっぱ下がっちゃうな。気をつけないといけないね。制服、制服があるの。うちの制服ってどう思う？どうでもいいわ、そんなこと。まったくだ。そう？やべえぞ。どん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 減ってるんだけど。世間話。二見さん、あ、同じだな。そっか、下がるのも多いんだね。来い。なかった。そっかそっか。やっぱり成績の話とかしない方がいいね。気にするもんね。そういったところに難しさがあるのか。なるほど、了解しました。かしこまり。
さあもう一丁。いいよ。よし、とりあえず貯めるだけ貯めちゃおう。部活はゼロでしょ。成績の話はやめた方がいいよね。自宅学習かな。うん、同じだね。で娯楽、同じのばっかになっちゃうかな。またん、気に入ってる曲って聴いてるだけで楽しくなるよね。そうね、何もかも虚しくなるぐらいね。すごい曲聴いてそうだな。どんな曲聴くんだろうね。娯楽、もう一回。映像もあるんだね。この夏何か映画見た？見てないわ。不作ね。あらら。そう？夏らしい映画が一本もなかったじゃない？ああ、夏らしい映画ね。夏っていうとなんだろうね。アニメ関係しか浮かばないけど、夏はポケモンみたいな。そんなイメージしかないんだけど、ショコタンが CM やってるイメージしかないんだけど。夏らしい？恐怖映画とか？そうよ。夏といえば恐怖映画よ。ふーん。あなたの話ってどれもいい感じね。さっきと打って変わっていい感じになったな。いいね、一気にハートが増えた。やったやった、いったれいったれ。いけるかな。あ、いけるいける。二見さんっていつも一人だよね。ええ。人を好きになったことはないの？ないわ。あらら、一度も？お前突っ込むなよ。ええ、好きになったこともうん、多分疲れたこともないわ。いや、今回は俺が君のことを好きになるよ。そっか、寂しいね。そう、感じ方は人それぞれよ。まあそうだろうね。別にね、友達がたくさんいるからっていいわけでもないし俺みたいに友達が全然いなくても楽しいしああ悲しい。人付き合いが下手。おい、お前ストレートに言うな。うまくなろうと思ってないわ。そっか。でも、ん？キスは上手くなりたいわ。マジでか。え？気持ちいいはずのキスがあんなのじゃ我慢ならない。よし、僕と練習しようって。歌が音痴なのはいいけど、キス音痴はごめんよ。まさか、また。いいでしょ、練習させてよ。いいだろ、練習させてくれよ。練習しろ、お前。言ったでしょ、私に近づいたのが運の月って。まさか図書室でもやっちゃうんだね。あなたも私で練習していいわ。やったって。二人とも上手くなるなら合理的じゃない。そうね。二見さん、ちょっと待っ、ちょ待っちょ待っ、絵がこれしかもらえないのかい。悲しいな、それはそれで。またか。お前も練習しとけ、それで。プハーじゃないよ、同じかな？どうだった？わからないわ。この間と同じ。僕もだよ。一度や二度ではキス音痴は治らないということね。よし、治るまでやろう。そんな恐ろしいことを。またね。ああ。行っちゃった。行っちゃった。誰も見てなかったよな。絶対見られてるって。星野さん見てるよ、きっと。ははーって神林くんがチューしてるって。違うんだ星野さん、これは練習なんだ。まお姉ちゃんごめんね。星野さんごめんね。ごめんね。さあ放課後。またか。うん、どんだけ出たいんだ。いた、行こう。って言ってもまあゲージは溜まってるっちゃ溜まってるんだよね。何か用？え？よし、話そう話そう。別にいいわよ。やったね。さて、じゃあ甘いもの食べるのかな。あった。頭を使ってると甘いものを食べたくなるよね。そうね、糖分を取らないとね。そんな時はよくチョコバーを食べるわ。へえ。終わりかい。終わりかいな。終わりかいな。将来夢とかあんのかな。
将来のことって何か考えてる？先のことなんてどうでもいいわ。今を生きるのよ。かっこいい。ああ、へちゃった。ああ、ああ。じゃあ、食事。二見さん、あ、同じだな。ああ、せっかくハート取ったのに。くっそ、読書。最近本だよ、ん？読んだ本の中で、面白かったのって何？本ではないけど、うん、面白かったのは、うん、ブラジルの学生がネットに上げた論文ね。なんだなんだ？天才っているものね。へえ。くそ。じゃあもう一回アタック。もう一回アタック。ああ、オープンになっちゃった。またチューすんのかな？また試してみない？イエス！え、何を？何をじゃねえよ、お前もう2回もやってんだぞ。やってるでしょ。キスよ。そうだそうだ。そりゃ困るよ。どうして？そのそんな風にキスするのは良くないよ。嫌なの？嫌じゃないよ。カモンって。そうだね。そう、嫌なら仕方ないわ。合理的じゃないもの。ああ、せっかく。もう行くわ。じゃあね。お前なんで拒むんだよ。まったく。レベルアップ。好きな話題が変わったってさ。さあ。お兄ちゃん。お、寝起きだね。もう寝るとこ。寝起きというか寝るとこだね。うん、さあ。眠いところ申し訳ないが俺の評判を教えてくれ。さあ、その寝ぼけまなこが可愛いぜってことで。よし、上がったね。今回も仲良しルートでお楽しみください。下手ですいません。くそが。よし。じゃあ今回はここまでにしておこうか。なんだかんだポンポン進んでるな。今まで以上にいけるんじゃないか、まさか。早めに。まあいいや、まあこの土地でやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。Twitter とブログやっております。ぜひぜひ覗いてみてください。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。